たける心を殺すことある。今回の動画は女装体験サロンコットンさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。思うまま泣いて笑う君は俺の心奥底まで響いて回り見ずに一人傷つきそこでもあれ脆さに気づき一目はばからずに涙流して嫌なことから無理やり羽ばたいて返す自分の中で涙乾いたら違う眺め時に夢破れ涙溢れまだある先進むべき痩せたえ弱すぎて怖さも言えるありのままで俺でいれる抑え込んだ感情なら今だそうありのまま生きるならば今だぞ涙の数だけ大きくなるわけそこに本当の自分があるだけ溢れた感情バキバキ童貞だけだったらいいんですけど僕がちょっとでもバキバキ童貞以外のエッチなことを言ったりするとあそれに付随してってことなんですね。そうですね。あでもよろしくお願いします。すいませんよろしくお願いします。すいません。バキ童さんはタイタンさんなんですね。僕は一応芸人でもあってそうですね芸人としてタイタンに所属しているっていう今 YouTube がバズってたというかそうですね YouTube はもう別でタイタンに入る前からあ前から前にバキバキ童貞でバズってただの童貞として生きてたんですけど仲のいいマネージャーの人がなんか YouTube とかやったら跳ねるかもねで嫌だったんですけど始めたら YouTube で食えるぐらいにはなったっていう感じですね。へえ。今何歳なんですか。今32になりましたね。あそうですか。え芸歴は何年なんですか。芸歴ももう6年目ですかね。あでもじゃあそんなに早くかというよりはちょっと社会人ちょっと経験して、うん、そうなんですよ。払ってもらって27ぐらいまで会社員でブックオフの店長やってたんですけど YouTube も今14、5万ぐらいですかね。1年半とかですかね。1年半で14、5万とかもすごいですね。いやいや全然回録があれですけどそうですね。何でもない童貞の割には多分伸びてるんだろうな。生まれはどこなんですか。生まれは北九州のクラっていう福岡のすごい治安の悪いところですかね。僕の同級生は大体やんちゃな人はヤクザになっちゃいましたし。でそれそんなかグッピーさんはどんな感じの家庭で生まれて暮らしたんですか。僕は結構そうですねそのやんちゃな子にいじめられてたんですけどそのもう将来ヤクザになった子にいじめられてたんですけどその小学校3年生ぐらいからその僕も当時から太ってたんですけど、はい、なんか太ってる人はなんか面白くなきゃ生きていけないみたいだなって気づいて、はい、でなんかそのちょっとやんちゃな人を笑わせるというか、はい、でなんとかやんちゃな人に気に入られてなんとなく生きてきた感じですね。仲間入りできたんですよね。仲間すり寄るというかそうすり寄ってギリギリのところですね。ギリギリのピエロでいじめとも取れるぐらい激しいことをされてるけど、そうですね、楽しくズボンみたいなことですか。そうですね、ズボンを急にガッと脱がされてそのフルチンされるみたいなのをでフルチンされてもなお毅然とした対応をするみたいな。あそれで笑ってくれるみたいな。なんか笑ってなんだそれみたいなのがあった気がしますね。なるほど。そうですね、今もうみんな本当にちょっともうそうですね、Facebook とかで入れ墨を晒すような友人ばっかりになっちゃいましたね。じゃあそういう人たちのお父さんたちもみんなやっぱりギャップだなんだと思いますね。割と親子関係良くない人とかが
割と100歳になっちゃいましたね。結構クラスメイト の、はい、なんかのお父さんになんかまあまあヤクザ組織の偉い人みたいなのもいたりする感じなんですか？言ったら、あ、多分いると思いますね。全然そうですね。さすがにそういう人の家で遊びに行ったことないですか？やっぱいや、ありますね。僕は中学生で、でもその人たちと何とか離れようと思って一生懸命勉強して、なんかその中高一貫校みたいな、ちょっとお嬢様学校、坊ちゃま学校みたいなの行ったんですよね。ほうほう。それなんとかそこ避けたんですけど、そうですね。で、成人式の時にみんな再会した時に、みんな本当に北九州の成人式の荒れてる感じというか、みんなあの感じでしたね。なので木刀を持って向こうから来て、わーみたいな、あー絡まれると思ったら、おいみたいな、覚えたり俺だよみたいな、久しぶりみたいな、久しぶり、あー変わったねみたいな、前変わってないなみたいな会話をしてからもう会ってないんですけど。ご両親は何の仕事してたんですか？僕の両親は本当に普通のサラリーマンで、電力会社のサラリーマンでしたね、本当に。と専業主婦で。あ、でもじゃあ電力会社の勤めてるっていうことはなんか割と安定した感じというか。そうですね、別に家庭的には裕福というかちゃんと、ただまあ僕の親父はそうですね、その星一徹みたいな、その結構昭和のパッとこう怒って殴っちゃうタイプの、俺は稼いでるんだぞみたいなタイプだったので、家庭なんかいい感じはなかったんですけど。中学高校は一応でも共学ではあるんですね。いや、やっぱり不思議な学校で、中高一貫なんですけど、高校2年生までは同じ校舎内に男女はいるんですけど、男子校と女子校と分かれてるみたいな。で、恋愛を してはいけないみたいな、恋愛したら退学みたいなところだったんですよ。へー。で、高校2年生で受験が見えてきたら男女共学になってやるんですけど、そのもう高2まで男子校女子校だったんで、もう全然話も合わなくて。へー。なんかそういう基本男子校だと思ってますね、自分のことは。そうですね、童貞だってよく言われますけど、その男子校の時間が長かったからだと思ってますね。あ、そうか、じゃあその共学だったらもしかするとその間で彼女も出てきてたかもしれない。いや、来たんじゃないかと部活動とかで、そうですね、あったんじゃないかとか思いますね。ああ、大学とかどうするの？大学が勉強して青山学院大学っていう、おそうですね、なんかおしゃれな大学に来ましたね。でもこれも本当にモテたいためというか。あ、そうなんですか。そうですね、だいぶ東京に行けたらどこでもよかったんですけど。でも青学ってなんかそんなイメージありますもんね、男子どこで。そうですね、美男美女がいるんで。いや、そうなんですよ、美男美女で。で、行ったんですけど、これがもう本当にハマらなくて。本当にもう初日から自己紹介からもう全然ハマらなくて。で、もうみんな青学ってもうブランド物のバッグとか、みんな18歳とか親にお金もらってる立場なのに、本当にブランド物でシャネルでうんぬんみたいな感じなのに入れなくて、みんながシャネルのバッグとか持ってたんで、紙袋で俺は投稿してやるよみたいな、逆の反骨心で紙袋に教科書入れて、で服とかも気使わなかったんでボロボロで歩いてたら、なんかその青学でなんか紙袋おじさんっていう、なんかそういうみたいなおじさんがいるね、都市伝説じゃないですけど、青学の2チャンネルとかに韓国おじさんいるけど知ってる、俺も見たことあるみたいな見て、なんか僕なんですけど、なんかそんな感じになって全然本当に友達もできなくて。サークルとか入るんですか、青学なんて。なんかそれこそサークル、一応お笑いが好きだったので、で特にもう童貞モテないやつのお笑いが好きで、でモテないやつのお笑いってもう伊集院光さんなんですよね、基本的に。へえ、なるほどね。ラジオの伊集院さんが理想なので、で伊集院さんって落語をやってらっしゃったので、僕も落語やってみようと思ってお付けに入りましたね。ちなみにその間になんか彼女とかできそうな瞬間はあるんですか？彼女、一回だけ告白してもらったことがあるんですけど。おお、いいよ。一回だけ。その大学卒業する日にお付けの後輩の女の子だったんですけど、その僕が本当に言うのもあれですけど、本当にその何でしょう、見た目としてそんなに好きじゃないというか。そのみんなの中で最下位になるというか、そのもしランキングをつけるみたいなのを他の仕事をするならば、でなんかあとでまあちょっと性格もみんなに嫌われていて、ちょっとそう僕が言うのも悪いんですけど、ちょっと僕も申し訳ないですって断ってしまって。性格も嫌われてるぐらいのなんかちょっとなあれな感じなんですね。そうですね、でみんなに本当に嫌われて、なんかどこに行っても自分の話をずっとし続けちゃう子みたいな、を僕だけまあ話を聞いてあげれたんですね、その子の。そしたらまあ疲れてしまってついてもらって、でまずごめんなさい僕ちょっと無理で、
で行って、その帰ったらその卒業式の日だったんですけど、他のみんながもうそのこと僕に告白するの知ってたらしくて、で僕が断ったってみんなすごい思って、なんでお前も断るんだよみたいな、女の子から断るみたいな。で僕もどうせ逆に勝ちに出て、なんで俺がその告白されたら付き合わなきゃいけないんだって大暴れして、なんか傘を振り回してなんかしないですけど、気づいて手が血だらけになって、なんかそれが最後の覚えてなんですけど、なんか悲しい卒業式っすね。そうっすね。なんかそれぐらいですかね。その時に、はい、よぎってはしたんですか。あのでもこれ OK って童貞を卒業するってもありなのかなみたいな、一瞬でもよぎったことはよぎったりとかしたんですか。あ、全然ありますね。その確かにここで卒業するという将来もあるだろうって。ああ、じゃあつまり一瞬葛藤はあったんですよ。一瞬葛藤はあったんですけど、なんかでもそこに行かない、その落ち研ってほとんどみんな童貞だったんですよ、青学の中で。あんなチャラい場所の、その本当に最後のオアシスというか、で、まあ、童貞の方がいいみたいな、童貞だから面白いみたいな文化もやっぱあったんですね。その女にうつつを抜かさないぜみたいな、モテないから面白い発想ができるんだみたいな。いや、そう女受けなんて一切しないぜみたいな、ここのそういう侍みたいな。それでそうですね、すぐそんなことはあってはならないみたいな。もしまあ自分がそういう付き合うんだったら本当に好きな人がいいしとか、あなんかっていうのを今まで続けちゃってますね。でも楽しかったんですか、大学時代は。試験自体は楽しかったですね。初めてそのモテない人間でもチヤホヤされて、面白ければチヤホヤしてもらえるというか、おでしたよね。芸人になりたいなってずっと思ってるんですか。芸人になりたいなが、これちょっと話長くなっちゃうんですけど、全然いい。最初意識したのが地元の北九州で、一回だけ僕そのヤクザの人にちょっと冗談みたいなって絡まれたことがあるんですね。軟禁されたというか、が、僕浪人してるんですけど、浪人生の時に僕の友達と二人で、まあ、僕らの街を歩いてて、で友達とその俺たちのもし受験失敗したらどうなっちゃうかななんて話して、で道になんか寝てる人がいたんですよ。二人寝てるおじさんがいて、で僕がなんか冗談でなんかもうまあ受験失敗したらあんな風になっちゃうんじゃないみたいに指さして、そしたらもう次の記憶ではもうそのおじさんたちに胸ぐらつかまれして、僕がへえ、そのおじさんたちがちょっとこっち来いよって話して、で連れてこられて、街から連れてこられて、でパッとこう服をはだいたらこのイネスミというか、例えば俺こういうもんだけどよ、おどういうつもりだよって言われて、ちょっと来いよみたいな、すいませんすいませんいいから来いよって連れてかれて、居酒屋に連れてかれて、で酒飲めこらみたいな、飲めよみたいな、すごい絡まれて、でお酒未成年なんで飲めないんですよって言ったら、なんか結構聞き分けが良くて、じゃあ酒はいいから全部飯食えよ、ウェイターさんにそのこの店にある全飯を全料理持ってきてほしいいい俺が払ってやるからよ、全料理バーって出されて、俺食え全部食えよって言われて、で僕ともう一人いたんですけど、僕ともう一人、まあ、ちょっと食える方だったんで、それ全部食ったんですよ。その本当に ほぼ食って、それがそのヤクザの人に壺に入ったらしくて、なんかヤクザの人めっちゃ笑ってて、それは全部食うかね、お前もうすごいなお前、面白いなお前面白いな、それなんですか、食えないってなって食えなかったら返さないぞみたいなことしたかったの。多分後々聞くとその食いつぶしみたいな、そういうヤクザの拷問らしいんですよ。めちゃめちゃ食わすっていう拷問のまあ簡単版というか、その居酒屋のメニュー全部食わすみたいな、だからまあヤクザの若手のしくじったやつとかちょっと食べるようなやつらしいんですけど、を僕がやらされて、僕全部食ってめっちゃ受けて、でその後なんかこれいけるかも、ここから逃げれるかもってずっと冗談を言ってたんですね。なんかでも冗談を言っても大したことないですけど、月収は2000万だみたいな言うんで、それは2000円ですかみたいな、本当に冗談、絶えもない冗談でも、いやめっちゃ笑うんですよ、ヤクザの人ってお笑いちょろいからとか、でお前は面白いから芸人になっちまえよこんな面白い人間絶対芸人になった方がいいよって言われて、いやその時も芸人とかになる気なかったんですけど、いや全然そんなそんなもんではなくて、いやお前なった方がいいよ、お前は芸人なんだけど惜しい存在だってめっちゃ説得されたんですよ。でその時はもう電話番号と名前を本当に人に書いて、なんかいじめられっ子の電話番号とか人の人と勝手に書いてすいませんとおかまとって言いますって、全然違う名前言って許してもらって逃げたんですけど、
なんかあの時確かにこんなところをなんかお笑いでいけるんだみたいな、うん、芸人になるよってめっちゃ言ってもらったのはちょっと一個引っかかってて、でそのまま大学行って、大学でちょっとお笑いどうすならやるかで落語研究会に入ってるので、ちょっとあるかもしれないですね。はあ、ちょっと長い話だったんですけど、いやいや、でもそれで普通に就職するんですか、はい、一回そうですね、まあ学生の中でお笑いって結構盛んで、プロ顔負けの面白い人ばっかりで、これは芸人になれないなと思って一回普通に就職して。ちなみにその当時 その学生お笑いってなんか猛威を振るってのは誰だったんですか。猛威はこの間 M1 でファイナリストになった真空ジェシカっていうが本当に大学も同じで同級生でっていう感じですね。当時の真空ジェシカさんはどうだったんですか。すごかったっすね。あ、こんな面白い人がいるんだったらっていう、もう僕は無理ですねっていう、まあ、みんながその学年の全大学生がそう思うぐらい面白かったですね。なんで就職しようってなってブックオフに入って。なんでブックオフだったの。ブックオフ、まあ本当僕童貞なんですけど、エッチな漫画が好きすぎて、はあはあ、そのブックオフでエッチな漫画をずっと読んでたんですよね、はあ、立ち読みというか、はあ、その記憶でなんかで、ちょっと なんだろう、まあ、ちゃんといつか転職すればいいやぐらいの気持ちだったのと、あとまあブックオフってその本を出版する部門があるんですよね。へー、実はで出版もちょっとやってみたいなと思ったんですけど、出版なんてとても門が狭いので、ね、その出版会社じゃなくてブックオフの中で出版ができたらいいなぐらいに思ってたんですよね。でもブックオフって別に大手なんじゃないですか言ったら。でも全然そんなあの出版社よりは全然入りやすいというか、で結局僕が入った年ぐらいにその出版の部門がすごい縮小されちゃって、結局その入った甲斐がなくなっちゃって、そうなんだ、じゃあむちゃくちゃやろうと思って、僕店長で結構むちゃくちゃやってらしてもらって、ブックオフのいいところって本当にその好き勝手やって、もう店長の裁量で何もやってもいいんですよね。で僕本当にエッチな漫画が好きなんですけど、横浜のブックオフに行った時に、その横浜ってなんかもうオリンピックの前でエッチな本はもう置かないでくださいみたいな、オリンピックがもうすぐ近いんでみたいなの新刊書店がオフレが出て、なんかエッチな本が置けなくなったんですよね。へー、それがちょっと悔しくて、で僕らの古本屋のブックオフもなんかそうしなきゃいけないのかなと思ったんですけど、ちょっともうやけくそでエロ本のコーナーを勝手に作ろうと思って、で元々その店にはなかったんですけど、もうあえて作ろう、しかも作ったぞってことを堂々と言おうと、もう横浜市内にエッチの本屋さんはないんで、ここだけだってことを示そうと思って、レジ横にエロ本コーナーを作ったんですよ。でもこれが多分かなり画期的というか、その絶対立ち読みはされないですし、その場所としてもそのビジネス街の中だったので、そんな主婦とかがたくさん来る場所じゃなかったんで、割とお父さんたちがパッとこうエッチの本あるんだ、買ってこうみたいな、すぐレジ横でもやっていくみたいなのをやって全国1位になったんですよ。そのやっぱエロ本の売り上げが高いってことですか。エロ本の売り上げが単突で良かったですね。へえ、もう本当にここならエロ本が買えるんだっていう性の強さ。へえ、しかもエロ本とか値崩れしないんですか、中古でも。値崩れするはするんですけど、値崩れしないものばかり集まるような、エロ本を売れる場所が僕の店舗しかなかったので、本当にいいものしか集まらなかったので、逆にダメなものだったら買い取らなくてもいいっていう判断も、まあ、安く買い取って、ああ、そうですね、それはすぐ100円とかで売ってしまうみたいな。これが良かったですね。あとそうですね、官能小説も2つぐらいしかなかったのも全部全ラインにしたりとか増やしたりとか、そういうなんかエッチなお店に変えることでお店を盛り上げたんですけど、それはでもやっぱ売り上げが上がってるからって文句はあれなんですか。そうなんですよ、これが気持ちよかったですね。本当に途中はあったんですか、何してんのかって、何してんだっていう。で僕の直属のそのマネージャーの人だけは分かってくれて、これ面白いなって言ってくれてたんですけど、その人もすぐ出世されてるらしいんですけど、その人以外は 何をやってるんだと、ブックオフっていうファミリーにもねお送りできる本屋で、何をやってるんだ、もう全然未聞だって言ってもらって言われたんですけど、結局売り上げ1位だったので何も文句言わせず。全国1位って、まあ
まあすごいですね。だってぶっこすなんて、ね、僕としてはもう自分がエッチな漫画をたくさん見たいというか、そのエッチの棚がこう並んでるのを、まあ、店長としてこうやってちゃんと3つずつ見れるというかそういうのも嬉しいですし、あ店でちょっとこう出したくなっちゃうのがあるじゃないですか。店で出したくなっちゃうこれそうですね、店で出したこともありますね。ああ、まあ、これ店長の権限ですねこれ店長の権限ですわ。それで抜け、ね、出せるってことはいい商品ってことですからねでも店員もどんどん、最初は男女は 5-5 ぐらいだったんですけど、どんどん男の比率が上がっていっちゃって、そういう店がどんどん男臭くムンムンとなってきてた。 あと僕が本当に、まあ、童貞だったのも良くないんですけど、なんか恋愛禁止令みたいなのをお店の中で出して、まあ、恋愛したら店出てもらいますみたいなルールとかを出して。それでも一応名目上あれなんですか、その、はい、仕事に支障は出るみたいな言い方なんですか。恋愛は生産性が低いよねみたいなそういうことを言って軍隊みたいな店員たちを作り上げ、へそうですね、色に真面目な男たちでっていう確かにどん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 その、はい、自分が童負じゃなくなる道からどん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 遠ざけてるわけです。いやそうなんですよ、今思えば店長で、でスタッフの女性、結構女子高生とかもいたんですよ、女子高生、女子大生とかそういう店長ってかっこよく見えるじゃないですか、うん、なんかそれをうまくやってればなんかクレームを受けてる女の子に僕が代わってやったりすればひょっとしたらそういうロマンスもあったかもしれないのにみたいなことは思いますね、うん、何をやってるんだとでもブックオフなんだエリートっていうか、はい、すげえやつみたいになってるのなんでやめちゃったの。ブックオフ前年比1位だったんですけど、その翌年が前年比最下位になるんですね。え、なんで。これは前年比だからなんですよ。その前年に比べて何パーセント売り上げ上がったかが指標で、105% とか 108% とか行くと結構いい、前年より 108% ですごいなってなるんですけど、僕前年一番だった時は前年比で 142% ものすごかったんですけど、それと戦わなきゃいけなくなったんですよ翌年。142% を 100% とした前年とするので 70% とか 80% 前年比を翌々年は出してしまって、でもちろん分かってくれる人は分かってくれるんですよ、前年がすごかったからねって言ってくれるんですけど、なんか分かんない人とか厳しい人とかはなんか本当に奇策がうまくいっただけだなみたいな、何がエロいミスだよとかそんな。あとブックオフでホームレスの方って本持ってくるんですよね、あれって本当は多分法律上なのか分かんないですけど、あんまり良くないとされているというか、買っちゃいけないという、そうです、その人の方が分かんないですけど、でもどんなに高い本でも1円にするとか、でもそれでもホームレスの方も喜んで売ってくれるんですよね。でそれが申し訳なくて、もうホームレスの人かもしれなくても、その別にホームレスかとか分かんないわけですから言わないと、ちゃんともう通常の値段で買いましょう、でお触れを出して、そしたらホームレスの人がここだけはこの店だけは買ってくれるぞ通常の値段でところで、ものすごい量のホームレスが来るんだった。それも街中の回転した瞬間にも、ま、店のホームレスがずっと列になってるみたいな。へえ。で全員ちょっとねちょっと匂っちゃうので、来たらなんかスタッフがこうスプレー持ってバーッとずっと走り回るみたいな、やって店の環境がちょっとだけ悪くなったんですよね。まあ会社に逆らう行為ではあるので、そのホームレスの人の本を買うっていうのが結構良くないねみたいなのがあって、あなるほどね、なんかこんな感じだったら別にここに続ける必要もないなっていう思ってる時に、その友達だった芸人の今の相方に芸人やりませんかって誘われて、あじゃあなろうかなってなったって感じですね。はい、なんか今のこのままの仕事でいいのかなみたいな時に声をかけてもらったんですね。そうですね、僕からじゃあなんで大会に入るんですか。はい、あの爆笑問題さんすごい好きだったので、そうですね、同じくですね、ちょうど養成所を作ったタイミングだったんですよね。タイタンが1期生2期生ぐらいのタイミングで作ってくれたので、じゃあそこ入ってみようかなっていう感じでしたね。なるほど。何するんですか養成所は。養成所、そのタイタン普通の NSC とかだと、まあ、ネタ見せとかダンスとか、あれとその芸に関係あること、タイタンの学校って、その学校でもあるみたいな、その太田光代さんというタイタンの社長がなんかこのお笑い以外のことも学ばせたいみたいなのがあって、ネタ見せの授業も一応あるはあるんですけど、ネタ見せ以外はなんか書道とか
体育と体育あるんですね。英語そうですね。パントマイムとかなんかいろいろそんな書道とかやりましたね。へえ、それ卒業するとなんか専門学校の職みたいになるってことですか。いや、なんないですね。なんか教養が手に入るみたいな。なるほどね。ことで、あ、それじゃあ、ね、プロの芸人目指せなくても来ていいよみたいなことなの。あ、そうですそうですそうです。一般の人も入れるし、その芸人になりたい人も入れるしってちょっと曖昧な感じなんですよ。爆笑問題さんって確かにちょっとそのめっちゃお笑いお笑いした芸人さんというよりはちょっとそういう社会派文化人的な感じの人でもあるじゃないですか。ちょっと文化人にもなれるよみたいな感じの。その代わり書道とかがやるんですけど、来てくれる先生講師が結構豪華で、柿塚の菅さんとかテリー伊藤さんとかが来てくれたりとか、テリー伊藤さんとかはもう本当にタイタンの学校が始まるときにどうしても若い人に伝えたいことがあるみたいな、もうこれだけ伝えたいから僕は無償でこの授業の講師を受け負いましたみたいな、結構すごい熱量があるからで、何を聞かせてもらえるんだろう、これだけは伝えないと死ねないみたいな。でテリーさんが来てくれて話し始めたのが全部その北朝鮮の話北朝鮮のどこが変だみたいな、昔やった本出した話をずっとしててみたいなことはありましたけど、みんな楽しくやってるって、その教えたいことを教えるとですね、本当にお笑いとか関係なく、お笑いとかじゃなかったですね、北朝鮮がいかに変なところかっていうのを1時間やって帰られましたね、満足そうに。まあでも楽しかったですね。もう1年やって卒業すると所属になるの？1年やって、まあ一応ネタ見せとかライブとかもあるので、そこで業績がいい人だけ所属になるというか、預かりっていう、所属の1個下のやつですね。あ、預かりになってからの歩みはどんな感じだったんですか？はい、預かりになってもう正直僕の同期は僕ら以外はもうほぼ辞めちゃったんですけど、そうですね、僕らだけ、それこそ YouTube を始めて、その YouTube がこんだけ伸びるんだったら所属してもいいよっていう。あ、そっちなんすね。僕らは ネタというよりは YouTube で所属させてもらいましたですね。はあ、預かりみたいな期間はどんぐらいだったんですか？一応1年間ですね、1年間預かってて、その間に YouTube やったんですか？その間に YouTube 始めて、でその男優のシミケンさんっていう人とコラボして、ほんとシミケンさんが面白くしてくださってて、そのシミケンさんが経験人数1万人で、僕は経験人数0人で話が合うのかとか、その平均したら経験人数5000人だみたいな、いろいろやってくれて、そういうのが伸びて、で童貞の割に喋れるなこいつってなって、僕のチャンネルも見るようになってくれて、結局 YouTube の登録者が10万人ぐらいいたので取得させてもらいましたですね。へえ、もうだから逆転してくるんですよ、分かんないけどそのなんか腕があんなって認められたから YouTube が跳ねるとか、はい、やって始めるとかじゃなくて、もう YouTube でもう、はい、結果出せばもうまあそれが全てだよねみたいな。そうですね、結局、ちょうどフワちゃんがバズった頃だったので、あフワちゃんがみんな第二のフワちゃんを作れみたいなタイミングだったので、へ第二のフワちゃんになれるとは思ってないですけど、まあ、YouTube でガーッと伸びる人がいてもいいんじゃないかっていう事務所の多様性というかの時期だったと思いますね。シミケンさんの企画だったんですか、一番こうギュッと伸びたのは。シミケンさんと、あとセクシー女優のただいまひろさんっていう、この2人がそうですきっかけでバーンと100万再生200万再生みたいな、童貞に対していろいろ、僕がそのセクシー女優の人の結構呼ばれたり最初した時に、なんか異様にウケるんですよ、そのセクシー女優のその撮影の人、マネージャーの人、監督の人とか、シミケンさんが連れてきたセクシー界隈の人が異様に僕のことを笑って、なんだろうと思ったんですけど、もうあのセクシー業界の人って童貞が面白くてしょうがないんですね。へえ、そのいや、ご飯を食べないやつみたいな、そんぐらい変なやつなので、向こうからすれば、なんでこんなエッチしないんだみたいなのが面白くてしょうがなくて、めっちゃウケるんですよね。で多分それで女優男優業界でバーッとへえバキバキ童貞ってやつがいるよってなって、いろんな人のところに行かせてもらって、って感じですね。それはきっかけですかね。ちなみに、はい、養成所の時とかも、はい、童貞とはもう別に隠さずに。そうだ、これタイタンの学校の入学式の日に街頭インタビュー受けたんですよ。へえ、童貞ですよねって言われて、でバズっちゃって、あ、童貞ですよって聞かれるインタビューなんですか？あれはそうですね。へえ、それ何の番組だったんですか？インタビュー、そもそもアベマの、その今も時々出ますけど、日本の男性のデートのね
したことない人が4割いますとか、そういう真面目なニュースなんですよね。童貞率が増えていますよっていうニュースで、東京大学の研究員である上田ピーター博士っていう海外の博士が、そういうふうに日本人は童貞が増えています、でそれについて、街頭インタビューしてみましょう、童貞をすごい探したらしいんですけど、街頭インタビューになって、で僕を見つけて、僕が覚えてるのはもうその撮影クルーが走って僕のところに来て、あのいいですかみたいな、多分僕がすごい童貞っぽかったのだと思うんですけど、ダウンジャケット着て腕まくりして、で、今東京大学の研究で童貞がすごく増えてるんですけどどう思いますかって聞かれて、自分が童貞だってバレたくないなと思ったんで、ちょっとかっこいいふりしようと思って、誠に遺憾ですね、残念ですねみたいな、ちょっとなんか大人の言葉を使ってみたんですけど、じゃあすぐ、じゃあご自身はどうなんですかって聞かれて、あ、俺も聞かれるんだと思って、テンパって、あ、バキバキ童貞ですって言っちゃってその始まりで、でその後もずっと童貞はどうですかねみたいな、処女はどうですか、すごいアナウンサーの人が聞いてくれるんですよね。で、まあ、アベマだったらまあそんぐらいやるなとは思うんですけど、地上波のテレビだと思ってたんで、そんな童貞と処女なんて言わないよなと思って、本当は AV の撮影の前振りのあれじゃないかと思って、その実は女優さんでアナウンサーが、実は童貞率どうですか、高いですけどよかったら卒業しませんかみたいな展開なんじゃないかって言って、僕そこからニコニコで答えてるんですよしばらく、で結局そうじゃなくて、アベマの街頭インタビューで、で僕あどこの法則かも聞かないままもう去って、誰かが LINE でバズってますよって言われて、で見たらその僕がバキバキ俺ですってからバズっていたっていう感じですね。それがあったからもう YouTube やっちゃおうかなみたいな、もう本当に人生めちゃくちゃになったんです。一応僕は僕で、その童貞を隠してたので、僕はそのそもそもブックオフの店長時代も店長が童貞ってダセーなと思って、なんか店長童貞なんだよって言ったら、なんかスタッフがシフトとか入ってくんないんじゃないかと思ってそのもう私舐められたい、そのいやそうなんですよ、お前が入るよじゃあシフトってなるんじゃないかと思う隠したのもバレちゃいましたし、親とかにもバレちゃいましたし、なんか親にバレるのが辛かったですね、その割とって親にもなんかちょっとモテてるとは思われてないと思いますけど、ちょっとなんかいい人いるけどみたいな、あ彼女いるよぐらいの感じの雰囲気出してた、ちょっと出してましたね、余裕の雰囲気というか出してたんですけど、ある日 LINE で頑張れバキバキ童貞君ってこう親から LINE が来て、わーそれ嫌ですね、これめっちゃ辛かったですね、あー恥ずかしいな、でどこ行ってもで街中で声かけられたりとかもあって、本当に童貞の人っすよねみたいな、結構半笑いで写真撮られたりとか、あーもうまともに来ていけないじゃないかって、でもうじゃあ振り切ろうって、じゃあもうやったろうじゃないか、どうせむちゃくちゃならもう逆にこんな変にバズったやつと YouTube やってるやついないなと思って、結構ネットのおもちゃっていうジャンルがあるはあるんですよね、多分外録で前出られたそのおでんつんつんの男の人とか、はいはいはい、あの人もネットのおもちゃだと思うんですけど、インターネットでちょっと騒がれる人というか、でもあの人たちがその何やってるか知らないし、あの人たちが発信してたら面白いなってずっと思ってたんですけど、自分がそうなっちゃったんで、じゃあやるかっていう感じで、それで初速もいいんですか、これ初速いいですね、アベマがベラボーに宣伝してくれてるからかそうです、なんか見たことあるなこの顔で押しちゃうというか、 YouTube とか今 TikTok も結構ちゃんとやってるんですよね、はい、で僕の切り抜きをやってくれる人が結構いるんですよね、普通切り抜きなんか全部飛ばしちゃいますけど、はい、一応見たことある男ではあるんで僕の写真、なんだこれ止まっちゃうんですよね、で見たらあ面白いじゃん、でどんどん僕の切り抜き始める、 TikTok で表示され始めるみたいなみたいなことがあって、初速はめっちゃ切り抜きにしても早いですし、 YouTube も早かったなっていう感じでしたね。これはどうしていきたいとかあるんですか、からあの YouTube でその限界はあると思うんですよね、その童貞でって僕本当にまだ彼女できてないんですけど、なんとか彼女を作って結婚もして普通になんとかしたいなと思うんですけど、それをちゃんとしてもいいぐらいにお笑いとしても売れたいなっていう感じですかね。例えば、1ヶ月後に、はい、それを失うチャンスっていう言い方が正しいのかなんですけど、はいはいはい、が来たら、はい、どうするんですか。もうぜひ行きたいなと思うんですけど、
やっぱちょっと慎重になっちゃいましたね。その別に好きじゃないしみたいな、そうでだから誰でもいいからやっちゃえみたいな感じはなくなってしまいましたね。で一応なんか僕が YouTube やることによって僕のスタッフとかもそれで食えしたりするんですよ。なんか彼らの職を失わせてしまうかもしれないみたいな、そこまでは思わないですけどちょっとよぎって、まあまあそうっすよね。その子たちが職を失ってもいいぐらい、かなぐりしててもいいぐらいのいい女性じゃないとみたいな、なんかハードルが勝手に上がってしまっているっていう。あそっか、だからかつかもしくはそれを失ってもまあ戦ってぐらい原因で売れてるみたいなこと。あそうですね、そうですね、難しいっすね確かに。賞レースはどっちから出てないんですか、キングオブコント。賞レースはキングオブコントとかでも2回戦止まりですね。あ M1 とか出てる。 M1 も漫才やった時は2回戦ぐらいで、まだまだなんですけど。そうですね、いうとその一方での YouTube と同じぐらいの活躍の仕方っていうのはだいぶ程遠いっていう感じがあるんですね。そうですね、まだまだ全然できてなくて、 M1 とかで準決勝とかキングオブコントで準決勝とかぐらい以上に行くと多分そっちでもやれるなっていう、なると思うんですけど、もう難しいところですね。そもそも知名度が上がってきたらちょっと寄ってくれる、はい、女性とか増えてくるんじゃないですか、言ったらなんか DM とかはあるんですけど、でも結構基本的にはもう本気の DM では全くないというか、全然私と一致しませんかみたいなのは、全然もう全然すいません冗談でしたみたいな、僕も全部乗るようにしてるんですけど、私と一致しませんかみたいな、どう読むんですか、よければお願いしますみたいな全部返してるんですけど、基本的にはもう冗談ですいませんごめんなさい、でも YouTube いつも見てます応援してますみたいな、はそういう辛いですね。でもなんかね、いつかご報告動画上げるかもしれないですね。そうですね、報告動画上げてバキドチャンネルを終わらせるというか、が一番生まれ変わりますみたいなね。そうですね、が一番いいですね。タイタンがその何でしょう、ね、太田光代さんって爆笑問題の太田さんの奥様がものすごく下ネタが嫌いな方なんですよ。ものすごく嫌いな方なんで、そのマネージャーたちがまだ僕らのことを紹介してないらしいんですよ。そのあんまりそのそんなことあるんですか、バキバキ童貞とか黙ってる、怒るからマネージャーが、あの社長が怒っちゃうから言わないでよってなった。へえ、せめて言えるようになってほしいなっていう。ただそのマネージャーも2人いるんですけど、片方がお笑いとして春と飛行機は面白い、コントも面白いからお笑いで売れないよ、あんまりエッチなことしない方がいいよ、地上はめ出しなよって言ってくれる人と、そのエッチなこと最高だよねっていうマネージャー、俺本当はエッチなことちょっと好きだったんだよみたいな、これが三谷さんと仲いいマネージャーさんなんですけど。あ、そうなんですね。そうですね。で僕らの作家の人が喫煙所に行って、そのちゃんとやってほしいマネージャーが、ハルト飛行機どうしましょうかねみたいな、本当に社長に紹介したいんですけどこれじゃできなくてみたいな、賞レースしかないんでしょうけど大変ですよね、なんとか笑いで許させてあげたいなみたいな、そうですね対応して、でそのマネージャーが去って、で次そのエッチの方が好きなマネージャーが入ってきて、で作家に、いやこの間のあの動物同士がセックスする動画は良かったね、もうどんどんあれでやってきなよみたいな、どんどんエッチにしていこうよみたいな、タイタンの中でも二分されてるというか、僕が進む道が笑いとして売れたいのもあるし、それエッチでぐんぐん行こうぜっていうのが、お前両方頑張るってのはね、両方頑張るしかないですね。そうですね、まあ、1個じゃないのがまあ救いというか、そうですね、今度はコンビで結果を出すってのを頑張りつつってことですね。頑張りつつエッチなこともやっていくっていう、YouTube も伸ばしていくっていう両方ですね。同性もってこと、なんとか。そうですね、で飛び切りいい女性本当は、あ熱量上がっていく一方なんですか、これは本当に日本人においてほしいというか、モテなければモテないほど理想って高くなってくるんですよ、うん、童貞であればあるほど理想はめっちゃいいんですよ。あこれはみんなそうですね、僕だけじゃなく、ぶっちゃけ芸能人でとこの人とか、もしかしたら有名人でとこの人ってある人、松岡茉優さんとかすごい好きで、松岡茉優さんってめちゃめちゃ多分頭もいいというか、考えても早いですし面白いですしっていう、なんかほんと見た目だけじゃなく中身を欲しいみたいな、確かに理想高いですよ。ルックスだけいい、あの脳みそ内径じゃダメなんですね。そうですね、全然すごい賢い人がいいなっていう。そうなんですね、最初顕微でやってほしいみたいな、見た目だけじゃんみたいな人ダメなんです。僕ダメなんですよ。へえ、なんか
これでもどんどん、これはでも本当に童貞の人、モテない人っていうのは、まあ対象が結局アニメとかなんですよね。アニメのヒロインとかがベースなので、そんぐらい可愛いのは当たり前だし、できれば性格はいい方がいいし、賢ければいいしみたいな。で、別にそういう人と付き合っている人はいるわけじゃないですか。松岡茉優さんとおそらく付き合ってる方いらっしゃるので、必ず 0% ではないわけじゃないですか。これはだってそばそばじゃないですか。なんで理想はそんな風になってますね。たけれたけれたけれ、心は殺すことはある。でもなんか芸人とかって、空気階段の鈴木もぐらさんとかって、すごいモテない、ね、結構見た目も汚いみたいな感じですけど、結婚されてお子さんができてやっと茶の間で受け入れられたみたいな、なんかそういう結婚することで安心感が出るみたいな、ザコシショウさんとかもそうだと思うんですけど、なんでそっちも目指しているというか、そのやっぱ一般的になりたいというか、ありますね。あそこだ。まずバキバキ童貞の時代で、その小学生は体調から外れちゃいますもんね。そうですね。なんか小学生の主婦はもうソース感ですね。そうなんですよ。パーセンテージに出てきちゃいますもんね。そうです、そうです。男性 98% とか。97%、8% ですね。そうでしょうね。男のチャンネルなんですよ。そうですね。ね。すごい。いやいや、多分若者あんま見てないですよ。あれ見てないですか。はい、多分行った方がいいですよ。ほらほら、すごい撮ってこい。これもいい人たちですね。マスクした方がいいですよ。そらそうだ。全然嬉しそう。ありがとうございます。そう、あんま若者が普通に見つめてくれてるんですよ。でも童貞だと思いますよ。童貞じゃなさそうでしたよ。なんですかね、童貞だから多分見てるだけですよ、ね、本当ですか。ただの童貞ですね。結構やりちんぽい左とかはなんかモテそうだったんですけど、どうですかね。やりちん風の童貞だと思いますね、僕のチャンネル見てるってことは。そうなのかな。逆に言うとやりちんはやりちんで僕のチャンネル見るんでね。そうですね。逆にノスタルジーで見るんで、童貞のあんな気持ちだったら俺も昔みたいな。そうですね、年下から見られるみたいなことですか。あったあった。いや、そうですね、そういう。へぇ、すいません、ありがとうございます。本当にありがとうございました。すいません、本当にまたね。お気をつけて。はい、すいません。どうした。